feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie?旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おう。やっぱりか。だったらよ、この辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかい。ちと下手こいちまってな、しつこく追われて参ってるんだ。まったく、アシナの真面目侍どもめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。ああ、もちろん礼はするぜ。俺の食いぶちは情報なんだ。この辺りの侍たちを黙らせてくれたら、いいネタを旦那に教えようじゃないか。旦那、相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな、旦那。縁があればまた会おうぜ。うん。
まだなんか用かい？あいにくと危ない場所では飽きなわないのさ。命あってのなんとやらだ。縁があればまたどこかで会おうぜ。Thank you.
お主は言ったな。なすべきことをなせと。それが未だ見出せぬ。わからぬのだ。竜印は何故私に授けられた。じゃが誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。おい、誰を呼んでおる。もう一度聞かせてくれ。お主わしは熊野神左衛門と申す。掘り回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。
音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならばもしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。くう、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。
太郎兵に呪いを着せたそうだな。ああ、操めぐずりおってな、まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃが、無理くり着せているからの、何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養集あり、汚れとて我らばかりは見捨てまい。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養集あり、いずこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。
なたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？明かせぬのですね。ならば互いに関わらぬがよろしいでしょう。あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや。そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。そこの御仁、この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。
エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ、いえ、死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は流因にあるというのだな。はい、エマ殿、私には流因が尊いものだととても思えぬ。おじい様のご様子はどうだ？一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り流因を我が手にはできぬよ。
見事だ、巫女の忍びを。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言。ザレ言だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。巴の神なら見せてやろう。あなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。